ご覧いただきありがとうございます。早坂剛です。今回はネットの宅配買取サービスを紹介したいと思います。僕は普段は地味に工場で働いています。そして隙間時間を利用していろいろやっています。よろしくお願いします。商品を仕入れたけど、ちょっとね、作業をするのがめんどくさくて出品しないで放置したまま、そんなことありませんか？出品しなければ仕入れをしても意味がないですよね。という僕もそういうことってあるんですよね。そんな時は発想を変えてですね、買取サービスを利用するというのもありだと思います。今回はですね、発行に入れて送るだけのネット宅配買取サービスを紹介したいと思います。それはこの買取王子です。この買取王子の利用料は無料です。送料、取引料、査定料、返送料、これすべて無料です。やり方はいろいろ入れて送るだけなのでとても簡単です。買取商品はブランド品、家電、カメラ、ファッションなど60種類以上となっています。買取商品を入れる箱がない場合は箱をですね、無料で送ってくれます。このサービスを使って商品を送れば部屋の中もあっという間に片付きますね。しかもお金になります。フリマアプリなどの作業がめんどくさい、部屋に出品しない商品がたくさんある、そんな人はこういったサービスを利用するといいかもしれませんね。今回の動画は以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。では失礼します。